はい、皆さんこんにちは、バチです。今回もシングルレート10位を目指してレーティングの方に潜っていきたいと思います。前回のシーズンの最終結果なんですけども、残念ながらね、レート2000にすら乗せることができませんでした。まあ、いろいろ理由というかまあ、なんだろうな、原因っていうのはまあ自分の中でも理解してるつもりなんですけど、まあ、あんまし言っても言い訳がましいんでね、まあ、単純に僕の実力不足だったということで、はい。そうだな。まあ、あとはしっくりくる構築もなかったっていうのがありますかね。まあ、それはそれとして、最高レート何だったかな ?1980 いったかな、ごめんなさい。本当にうろ覚えなんですよね。あんまし潜れてなくてっていうか、で、今回からまたシーズン11ですね。シーズン11が始まったということで、動画を撮影しつつね、探り探り新しいパーティーを考えていけたらと思います。今回からまたパーティーも変更されているので、よろしくお願いいたします。はい、では対戦の方に移りたいと思います。対戦の方へどうぞ。ポケットモンスター、縮めてポケモン。この世界で最も熱いゲーム。対戦、育成、ゲット、楽しみ方は様々。この動画は、そんな不思議なゲームのシングルレート対戦という舞台で、ポケモンと共に歩み、共に戦う、一人のコミュ障の物語である。はい、遅れてすいません。対戦相手の方が見つかりました。セイミカさん、対戦よろしくお願いいたします。お相手の方が、お相手のパーティーが、ファイアロー、ヌメルゴン、不思議花、ギャラドス、ギルガルド、スピンロトム。うちのパーティー、そうですね、見た感じ若干まあメガ枠であるルカリオとバンギラスが、結構バナに薄いので、バナは出そうですね。っていうかまあアローが一番出そうかな。アローガルドバナとかその辺出そうですね。どうしよう。あーでもこれ初手ボルトロスでいい感じしますね。ボルトロス行きましょう。ヌーメルゴンはどうだろう、出てくるかな。ヌーメルゴン、あーまあ霊獣ボルトに薄いと感じたならヌーメルゴンを出してくるかもしれないですね。不思議バナでいけるって判断されたら、まあ出てこないけど。まあガルドは出てくると思っていいかな。でもバンギラスの刺さりもいいから、バンギラしましょう。ボルトバンギ。どうしよう。ボルトバンギできついのが、まあ、ギルガルドはそこまででもないかな。まあ、ヌメルゴンかな ?CT 言うなら、ヌメルゴンをどうにかした方がいいかもしれないかな。ジャローダ。ジャローダかな。ジャローダはないな。ファイアローだな。ファイアローとしましょう。本当に。ファイアローは殴ってれば強いからね。セミカさん、対戦よろしくお願いいたします。迷った時、このパーティーファイアローを出せばなんか、大体どうにかなってるんで。やっぱ先制で上から殴るっていうのはポケモンの基本中の基本ですよね。ギャラドス。おー、有利タイム。いいね。どうしよう。ここ10万ボルトで素直に突っ張るか。
そうですね、せっかくこれ図太い個体なんで、10枚されても1回は耐えるかな。仮に10枚されてもね。うん。ヌメルゴンが来るかもしれないけど、1回悪だくみ積んでみていいかな。引っ込める、誰だ？ヌメルゴン。うん。これいいんじゃないか？メガネだったとしても流星群じゃないと落ちないと思うんですけど。メザパで。このダメージを見て判断しよう。うん。直機だったらもしかしたら半分削れないかもしれない。あんましヌメルゴンとの対戦経験が少ないですから。僕としてもね。いやでもなんか、ヌメルゴンやっぱ可愛いな。アニポケでもちょっと出てきてたけど、やっぱサトシ対シトロン戦、みんな見ました？アニメの。めっちゃかっこよくなかったですか？ヌメルゴン。あれ見るとすげえヌメルゴン使いたくなりますよね、レントラーも。おちょうど半分入っ、あ、急所でこれか。直帰臭いですね、なんか。んー、でもこの急所は美味しいかな。あ、でも、こんだけ耐えるなら、あんまし関係なかったかな。ここは突っ張りましょう。メザパで。流星群をぶっ破してきてくれたら、万儀の起点ですね。あ、波動。よしよしよし。うん。やっぱしこのパーティーは積みサイクルですね。うん。ここ10万でいいかな。うん。ここ10万で行きましょう。ガルドとか出てきたら、なんかちょっと嫌なんで。まあ、だよね。捨てだよね。最初はこのパーティー、普通にサイクル意識でね、作ったんですけど、やっぱルカリを入れるとね、割とこっちの方がしっくりくるかなっていうのが。ガルド。これはもう10万で捨てていいかな。10万で捨てましょう。いいダメージ。うん。これはさすがに足りないですけど、ボルトロスは結構っていうかまあ、かなりね、仕事してくれましたね、これ。バンギラスでいいよね。うん。ここはバンギラス出して、一回身代わりを張ります。キングシールドをしてくる可能性があるんでね。ここは、身代わりで。うん、突っ張る。どうだろう、先制されるかな？いやー、先制はされないと思うんだけどな。うん。あ、突っ張ってる。突っ張ってるけど、キングシールドしないね。うん、聖剣。なるほど。なるほどねー。うん、うん、うん、うん。卓芸なんだよな、これな。もう一回身代わりしてみますか。よし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 。よし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 。これうまいですね。まあ、どっちかといえばこの卓芸はこっち有利なんで。うん。やっぱバンギラスは身代わりでめっちゃいいですね。めっちゃ使えますね。よしよし。そういう世の中甘くないですよ。あのジャラドスはじゃあメガかな。そう考えたらあんまし噛み砕くは打ちづらいですね。ここは試行回数稼ぐために、試行回数というかまあ打つ回数を稼ぐためにね、ストーンエッジを選択しましょう。リュウマイよりもね。ん？あー、5つ目なのかな。当ててほしいけど。当てる、オッケー、いい子だ。うん。まあ、仮に HB でも多分角1かな。エースぶっぱなんでね。では、セイミカさん対戦。ありがとうございました。うん。やっぱこのパーティー強いです。強いっていうかまあ、使いやすいかな。うん。積みサイクルとして。うん。では、カットさせていただきます。はい、対戦相手の方が見つかりました。セスオさん対戦よろしくお願いいたします。お相手のパーティーが、ガブリアス、ポリゴン、
2、ファイアロ、ルカリオ、カバルドン、ニンフィア、というわけで。うん。なんか、すげえバンギ出したいけど、これルカリオきつすぎますからね、僕のバンギ出すは。噛み砕くのスペース、自信に変えようかな。ね。じゃあこれは、ルカリオの出番かな。ルカリオの出番かもしれないですね、これは。これは、うん。でも、お相手の方もこのジャローダを先発は読むんじゃないかな。ジャローダ先発から入りたいんですけど。うん。そうですね。難しい。非常に難しい、これは。まあ、ファイアローの場合、後出しからでいいっていう考え方もありますから。ここはジャローダ先発でいいかな。ジャロ先発でいきましょうか。ジャロ先発、ルカリオ、いい日は初手がきついか。アローカボルトなんだけど、きついけど、ニンフィア初手はないかな。ボルトで。これでニンフィア初手だったら土下座ですね、土下座。まあ、積むなんてことはまだないんですけど。節王さん対戦よろしくお願いいたします。さて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 。ガブリアス。あ、これは OK です。これは全然 OK です。ここは挑発から入りましょう。ステロ巻かれるのが嫌だっていうのと、あと、ファイアローが来ても剣舞とかを阻止できるんで、ここはジャローダ挑発から入っていいですね。うん、オッケーオッケー。これうまいですね。これ、ステルスロックを選んでる時点でもうタスキか、ラムとかその辺あたりでスカーフはありえないので、ヘビリアーム必要はないかな。うん。ファイアローにはどうせ上から殴られるんで、ここはリーフストームでいいかな。突っ張る、オッケーオッケー。ホエル持ってるやつかな。あ、ダイモンジ持ってる。珍しいですね。よし、では。リーフストーム外さないよ。アローいないのかな、もしかして。アローいないだけですごい助かるんだけどな。当てる、オッケー。まだこのジャローでリーフストーム一回も外してないんでね、いい子です。これでガブリアスは突破できたと。さてさてさて。ファイアロー、あ、いるんだ。どうしよう。まあ、ジャローダ、捨てても、いやー、ジャローダ捨てはまだいいか、早いか。カバルドンがいる可能性が、泣きにしもあらずなんで、ここボルト投げます。ここでフレドラ、ハチマキフレドラ撃たれたらもう土下座かな。もう土下座ですね、それは。しょうがない。まあ、フレドラの場合、まだ上からヘビ狙いに撃ってルカリオでなんやかんやっていう可能性もできるんですけど、剣の前。ここ10万しかないですね、もう。フレドラ持ってたら、ごめんね、ごめんね、ですね。でも、剣舞入れるスペースあって、たらもうフレドラ入んないと思うんですよね。ブレバツで、ブレバ剣舞、ブレバ剣舞、羽休め挑発とかその辺だと思うんで、希望的観測ですけど、
まあでもここフレドラあったら迷わずフレドラ打ってると思うんでね。ブレイブワード、オッケーオッケー。ブレイブワードはオッケーです。いい火力。いい火力だが、ずぶといだ。こちらのボルトロスはずぶといなんだ。でもこうして見ると、レイジーボルトロスかっこいいよな、おっさんおっさん言われてるけど。まあ、おっさんおっさん言われてたのは化身の時だからな。化身の時はもうボロカスに言われてたよ、こいつ。おっさんだ、おっさんだって。ポリゴン2。勝ったかな。トレース。蓄電。本当に何もできなくなったな、ボルトロス。ここ再起ねでいいでしょうか。再起ねがどんぐらい入るんだろう、これ。あ、ゴミみたいなダメージだ。コール、まあまあまあ、こういうとこでコールのはいいです、まだ。再起ねで。あ、レイビーから入るんだ。まあ、ボルトロスは、ファイアラを倒しただけでだいぶ仕事しましたね。ここはジャローだから入ります。なんやかんやされるの、ルカリオで、もし、万が一ね、ルカリオのインファイト耐えられて、電磁波とか巻かれてワンチャン捕まれるの嫌なんで、挑発から。このポリゴンのコックリコックリになってるの、何回見てもなんか、可愛いじゃないけど、こう愛嬌があるな。ポケモンと一つ一つのモーション見るのもやっぱ楽しいですよね。ジャローダの挑発。これ毎回思うんだけど、なんでこのポケモンたちは、この対戦において、アマダと、こう、挑発を何度も受けてるのに、こう、スルースキルがつかないんだろう。煽り耐性低すぎませんかね、ポケモンたち。ここ、冷凍、万が一耐えられて冷凍ビームとか、絶対嫌なんで、身代わりから入ります。安全に行きましょう。安全に行く分には、ね、全然構わないと思うんで、僕はこの、レーティング対戦というね、舞台においては。ほら、放電とか持ってるもんな。これ、もしかして、身代わり壊れる？消えてしまうのか？お前、身代わり消えるのか。そうか。まあでも、インファイト受かんないでしょ。はい、インファイト。お前に受かるわけないんだよな。よーし。では、セスオさん対戦、ありがとうございました。いい試合だったな。ルカリオ活躍したし。では、カットさせていただきます。We'll be right back.